どうもみなさん、日本語で実況プレイをしたアメリカ人、コードヘッズ、ディルです。これは、スライムランチャー。久しぶりのスライムランチャーですね。今日、新しいアップデートが来ました。0.5.5 ですね。今回のアップデートはね、すごく面白くて、新しいスライムと新しいエリアなどがありますね。まあ、やっぱり一番面白いのは、その新しいスライムですが、まあ、それ以上、もっとファッションのアイテムとか、もっと宝、そういうトレジャーポッドとかありますね。で、その新しいエリアは、何でしたっけ？Ancient Ruins ですね。古代な遺跡っていう意味かな。あとは、まあ、やっぱりそのスライムの方ですね。クワンタムスライムっていう、なんだろう。見たところによると、なんか、リアリティ？現実を描いたりしてるスライムかな？瞬間移動とかしてるスライムのかな？で、探しに行きましょう。その新しいエリアはね、そしてその新しいクワンタムスライムがいるところは、なんかこの、インディゴ氷とモスブランケットの間だって、でも具体的に、どうやって行けるかまだわかりませんね。その間って結構広かったし、とりあえずこっちに入って、これもうできたんだけど、あとちょっピックした。この辺？あ、もしかして、あれだね。この前にちょっと小さい島があったんだけど、あ、いや、ごめん。俺、ちょっと忙しいんで。こっち通って。どこでしたっけ？ちょっと、何もない小さい島があったんだけど、遺跡っぽかったんだけど、それもしかして変わったのかな？いやー、やっぱりこういうゲーム、面白いね。超久しぶりだから、なんか元気になるよね。こんなゲーム。あ、痛い。で、今日はね、まあ、ゲームと全然関係ないですが、私の誕生日ですね。まあ、もう、過ぎちゃったけど、日本だとね。でも、アメリカでは、今は3月6日なので、今日何もしないかな。ゲームばっかりかな。アウチ！アッチかな？いや、これ、正しい方ではないってこと？ああ。あ、そうだね。じゃあ、ちょっと、戻って。ああ、どうしよう。いや、わかんない。あ、わかった。ランチに戻って、別の、ちょっと行ってきますね。あれ？ああ。あ、わかった。これ、開けましょう。あー、何が入ってるんだろう。な。え？別にいらないんだけ、あざす。なんか、誕生日プレゼントかな。で、こっちに入って、どっから行く？あー。わかった。こっちから行きましょう。あ、そういえばね、今、思い出しましたが、新しいリソースもあってね、その、クワンタムスライムの大好物、なのかな？あれ？もしかして、あれ？もっと大きくなったん、ん？気のせいかな？え？どうやってそっちに行く？これがもう繋がってねえよ。じゃあ、え？わかった。この前にね、なんか、建設中だね。建築中だったかな。とにかく、これだ。ああ、入った。あ、いや、これ、星、わけじゃない。もしかしてこっちに、そのクワンタムスライムが、それかまだ、
入ってない。まだ、その、遺跡に入ってないかもしれない。ああ、なるほどね。まだ入ってない。ああ、ちょっと聞いてください、皆さん。この BGM。うわあ、すごい。すごいよ。こんなものだと。あれ？あれ？もしかして、そのトレジャーポッドにはこういうものが入ってるのかな？なんだ？え？あ、もしかして。あ、嘘。あー、わかった。あれだね。これじゃない。じゃあ、それぞれの、スライムスタチューには、あー、面白い。適当な、え、これは？もしかして、インディゴ氷から入って、あ、ほんとだ。あ、じゃあ、まずは、君、あー、でも、あ、わかった。はい、君。な、あれ、あー、野菜が好きだったっけ。あ、でも、君。よし。この、フォスフォープロート、使って、まあ、ちょっと時間かかるけど、ちょっとオフカメラで、やろうかなと。でも、とりあえずこれです、です。なんだ今、なんだ今。嘘。じゃあ、あと、何個 ?1、2、3、4、5?5 個？ハニープロートは、どこかな？これは、じゃなかった。それ多分、爆弾？それじゃないね。これ？あ、これだ。じゃあ、ちょっと行ってきますね。で、先はね、もう一個入れたから、その、ハニープロートを入れたから、あと4個かな？1、2、3、4だね。一体、どれなのか、わからないけど。これは、もしかして？うん、そうだね。そして、お、ギリギリだね。面白い、その、って。あとは、あ、これだね。あと、ん？どこ？わかんない。あ、あっち？あ、そうだね。よし。おーほーほなんかの すごい。あ、これ？なんだ？ああ。なんか、ドアを開ける何か、ガジェットみたいな？そしてこれ？なんだこれ？想像したと違う。遺跡だといえば、うん、なんかボロボロとか、思い浮かぶんだね。ゲット！ファントムスライム！かっこいい！あ、ちょっと待って。ちょっと、見ましょう。ははは、かっこいい。よし。その新しいリソースが、の、あれ？ちょ、偽物？残像？面白い、このスライム。うわぁ。
あ、え？あ、これもしかして、その新しいリソース？フルーツとか？君！おー、じゃあ、もっと探検しましょう。あー、そのリソースが欲しいんだけど。これ押すと？あ！続くんだ。あ、これだ。あ、違う。まあ、これもあるんだけど。もしかして、この木？あー、このサンバーストトゥリー。手に入りました。じゃあ、進みましょう。あ、もっといるんだね。いや、こんなに、そんなにいらないと思う。で、その新しいリソースが欲しいんだけど、ない？ないのかな？それか、先にあったんだけど、まだ入ってきてない？うん。おー、いい感じ。ミススライムも。あ、やっぱりこれだね。あ、ほんとだ。でも、まだ取れない。あー、仕方ない。進みましょう。あー、違う。他の何かがあるのかな？それにしてもこれは、大きいよね。もっとトレジャーポッドがありそうだね。あれ？それ爆弾デビスライムじゃない？え？ちょっとえ？守ってる？何か守ってるような？あ、そしてタールが聞こえるね。ちょっと待って。何を守ってるの？ちょっと。はい、君。入らせて。こっちから入ってるわけないよね。あー、ポッドが入ってるんだね。まあ、後で、なんかチキンとか持ってこよう。っていうか、そのヤクかな？誰もこの側に入れないように、入れないように、あれ？逆だね？逆じゃない？こっち向けよ。ま、いや。あ、水がない。これ、お、おいぞ。こら、こら、な。素早い。おもとより素早い。な。や、め。ぜ。おう、もう、大丈夫かな？ん？あ、BGM が。おびっくりした。なんか、デブ、ラーゴだと思ったんだけど、うん。あ、ラーゴだったね。そういう、落ちたくない。ゴードだと思った。よーし、あ、上に。ちょっと上に、行きましょう。あー、で、先ほど、それ、開きましたが、はい？なんだ？え、スライムベリア。スライム、あー、新しいリソースだね。はい。それは、餌ではなく、何か、作れるのかな？その、緑のエコー。緑色の、あ、あれ？これ閉まってる？もしかして、それ、つけると、な、あ、新しいブループリントが。あー、ファッションポッドリムーバー。なるほどね。あ、わかった。あ、ポゴフルーツは、ポゴフルーツあるんだけど、それ、欲しくない。あ、面白い。こういう残像みたいな。残像じゃないけど。クアンタムスライム、やっぱり面白い。で、それ押すと、あ、ほんとだ。
まるでパズルみたいなところでね、まあ遺跡だね。古代な遺跡だからね。いや、ちょっと遠くから見るとこれはちょっとリンクのゼルダの伝説のリンクのあれだね、マスターソードみたいな。あ、これもしかしてまだもう少しだね。で、お、いいじゃん。あ、トレジャーポッド発見。今回はなんで？いらないよ。全然いらないよ。まあ、その、餌が欲しいけど、ちょっと待ってから、あ、それ、宝のポッドだと思ったんだけど。いや、押してみよう。まだ続くの？でかすぎない？この前にすごくちっちゃかったんだけど。おー、プールパーティーだね。あ、これ。エコースだ。あ、今回は、金色のエコーだね。あー、まあ、そうだね。まあ、ということで、今日、ここま、お、なんか建築中？おー。あー、これはね、読みましたが、なんか、後で、ガラスの砂漠へかな？何かのつながりがあってって。まあ、ということで、今日、ここまでしときますね。見ていただいて、ありがとうございました。次回。その、あ、それだ。まだ？まだかな？いや、いけそう。ちょっと。まだ？いい、もう少し。もう少しだね。で、次回、それを吸い込んで、ランチに戻って、このクワントムスライムたちの新しいホームを作ってみましょう。そして、この大好物を、え？マジで？マジで吸い込めないの？そうだね。これを、あげましょう。では、見ていただいてありがとうございました。では、次へ。